はい、ポケモンブラックツアーズでからやっていきたいと思います。前回のねパートを取った日と同じ日ですね。前回の終わりにポケモン捕まえときますって言ってたと思うんですけど、捕まえました。バニリッチです。まあ、性格的にはねちょっと微妙かなと思うんだけど、でもね 5,6 匹捕まえて、まあ、この子が一番いいかなと思って、まあ、素早さもあるし、最初から冷凍ビーム覚えてるっていうのがもう優秀ですよね。なのでまあ早々に進化していただいて、なんか進化してもらおうか思ってんだよ。不思議な飴、確かこれ1レベル上げればね進化した気がするの。ででれん、ミラーコート覚えたい。ミラーコートか、ずいぶんエキセントリックな技よね。ミラーショット溶ける、溶ける、私あんま使わないかも。溶けてる場合じゃないみたいなね。来ましたよ。やったね。なんかね初めて使うからちょっと嬉しいいつも氷はねやっぱルージュラ固定だったので、かわいい。はい、ということでね、これからバイバニラには活躍していただこうと思います。でまあそれに伴いまして、残念ながらねちょっと推しではあったけども1名ね脱落していただきました強くなったんじゃない、だいぶ特攻108、いいですね。では行きましょう。行きましょうと言ってもまずこの子を捕まえます。グルルオただいまの時刻は土深夜なので、嘘ですね、全然深夜じゃなかったわ。もうすぐ夜11時ですね。なのでダークボールがいい具合に働いてくれると思うので、こいつ地面だからさ効かないんじゃないかな。あ、効くんだ、よかった。どれぐらい減らそうか。とりあえず放電、まあまあいいダメージですね。終わったね。うお、耐えてる、すごいかっこいい。急所はやめてね。あ、もういいですねまたボール投げまくりましょう。じゃあソロワーク、とりあえず一回じゃあまずダークボール投げよう。はい、え、あ、びっくりした、一発でいけたと思ったんだけどな。でもダークボールより今に適したのがないんだよな。一回じゃあハイパーボール、どうよ。論外と、ごめんなさい。よし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 。ってなるとやっぱここはダークボール投げまくりが無難かな。え、嘘でももう攻撃できないしな。クイックボールってだってもう全然バトル開始直後じゃないしな。タイマーボールって結構あれなんだよね、時間経たないと意味がないから。急所急所つらすぎ。
ちょっと待ってよ。ゴージャスボール。お。なんだろう、この子以外のさ、残りの2人がさ、まあ、簡単に捕まってくれたじゃない。捕まってよ。ダメだな。ダメだな。どうしようかな。ネストボールってなんだっけ。弱くねえもんな。普通に。いけそうだったのに。長引きますねこれはね。あ、揺れもしない。嘘。だって夜だよ今。わかんない。でもこの子の中では朝なのかな。夜型。全然ダメですね。ってなると、そろそろ、いやまだ全然立ってないけど、一回投げてみよう。おお、やった。タイマーボール優秀すぎん。いいね。構えましたね。はい、一旦帰りましょう。一旦帰って回復をして、なんかね、そうバイバニラを捕まえ、ちょっと本当に移動しにくい。捕まえようとした時にジャイアントホール入ってすぐにもういたんだよね。敵の方たちがね、全然進めなくて。だからさ、とりあえずこっからは戦いだね。私の手持ち基本これで完成形かなと個人的に思ってて、もしかしたらね、もしかしたら四天王強すぎてキュレム入れるとかいう可能性はあるかもしれないけど。何これ、箱入り30。ああ、30匹以上捕まえたってことよね。そうね、回復の薬が売ってる。もうまとめて買っとく。そうよね。はい。あと元気のかけらはいいや。ゴールドスプレーだけまたまとめ買いしときます。では行きましょう。はい、無理です。まあただちょっとまだやっぱレベルはね足りないだろうなって、思うので、まあ詰まっちゃったらレベル上げます。よいしょ。ここも何度も歩いたからね、分かりますよ、はい、そう、この辺のトレーナーも全員なぎ倒してるので何も怖くないです。ほら、いるの。こんにちは。仲間が来るまでとはいつまでなんだろうな。この先は大事ポイント。21番水道に向かうと、連中も大事だが、俺らも大事な役目を任されてるのさ。あ、ここじゃないの、行く場所。そういうこと？
21番水道とはとはいずこですか。21番水道、でも衝撃だよちょっと待って、まさかそっち行くんじゃないんだ。21番水道ん ?23 でしょ、カゴメタン13番、どこのこと言ってんの。15番、全然わかんないんだけど、どこの話してんの、あの人たち。そこが17でしょ、こっち違うね。マリンチューブでしょ、サザントーン14番道路、チャンピオンロード22番、21番どこや21番、私が見つけれてないだけ。あった、え、な、21番水道って何？なんかあった？間違えて降りちゃった。もう仕方ない、行きましょう。でででで。てか、あいつら話しかけてよかったんだ。てっきり話したストーリー進んじゃうと思って、頑張ってスルーしてたのに。あ、もうスプレー使いすぎ。え、こんなとこなんかあった？来たよ、21番水路。誰かいますか？誰もいませんね。誰もいないんだが、ちょっと待って、いや、もうすごい悩んだんですよ、道に迷ったんですけど、そしたらこれあったねと思って、アクロママシン、これ使えるんだ。え戦うのね、逃げるね。ヤカレス42ってちょっと凶悪だな。バイバイ。壊れてしまった。え、そんな一発で壊れるの？へー。ここ、あ、ここが。おー、なんか船ある。遅かったね。ちょっと私道に迷ったじゃん。見つけたか、さすがだな、お前。しかし、どっから上がればいいんだ？ちょっと待っとき。え？わあ、これで大丈夫たい。あんた、プラズマ弾と戦うつもりはないんじゃ。おう、友よ。俺はプラズマ弾に恨みはない。ほんまに悪いことをしているのかもしらん。みんながあいつら悪い、そう言っているからって何にも考えず、プラズマ弾悪いと決めるのは おいの流儀ではない。あ、素晴らしい考え方よね。でもお前、ハンラが困っとる。それは助けてやらねばならん。これがおいのやりたいことじゃ。なんと。ええか。おハンラ、信念を持てよ。奪われたポケモンを探すのでもいい。一種を氷漬けから守るためでもいい。理由は何でもいい。自分はなぜそうするのか。信念の強さがポケモンと自分に力をくれるたい。騒いでしまったから何人か出てきたけどな。ほな、気をつけていけよ。ありがとうね。いい人ね。話しないね、優しさか。さあ行くぜ。こっちなんかある？なんもないね。行くぞ。オッケーオッケー、任せろ。
ヤパレスまでどかしやがって、そう、ヤパレスね、ほんと、邪魔くさかったよね。なるほど。なるほどね。頑張れ、サンダース。やれるぞ。強っ。ラストダスか。私はバトンタッチしたいな。しちゃおうか。頼んだ、ゴチルゼル。うわ、最悪。あ、でも46レベルならやっと私もなんかレベル相手に追いついてきたって感じよね。大丈夫大丈夫。次はじゃあルカリオ、ルカリオ出そう。なんかそりゃ強くはないけど、そんなに多くない？77777。うん。驚きすぎ。しまった、ハッチが閉まっていない。よし、今度こそこの船を調べる。この間ほど萌えでビオのやつがやってきたのはあっちからだったな。とりあえず回復してから行くね、私も。まさかこんなにダメージを負うと思わなかったわ。ドクドク。さあ行きましょう。今回でここ行けるかな、どうだろうね。そこ上なんかないの？あるじゃん、やっぱり来てよかった。元気のかけ微妙。まあ別に取り逃しても別に後悔はないみたいなアイテムだよね。ここだな。よし行くぞ。なんだお前ら。言っておく。俺は今から怒るぜ。あ、2対 2？ じゃあ私女性の方倒すね、とりあえず。うわ、女性の方ハブネイクだっておしゃれ。倒せない。あ、でもジャローだか、放電で巻き込んでもいいか。ひどい。ねえ、別に巻き込んでもそんな害はないでしょ。ほら、ね。え？倒しきれてないの謎じゃない？絞り取るやめなよ。ああ、ああ。ごめんね、ジャローだね、巻き込んじゃってね。いや、毒が嫌だよね。ドラピオン。ダスとダス。え、強くない？普通にやっぱ強いの使ってくるな、もう。一生私はやり続けるよ、放電を。
てか回復後にしてほしいよね。ちょっと悪いけど。まあそれは狙われるわ。私の毒なんかもやだな本当。落とせる？大丈夫？あー、よし、ナイスナイス、おめでとう。うわ、やだな、耐えれなかった。待って、経験値もらうチャンス、ゾロワークレベル低いからね。乱れ引っかき。無機だって。まあそうね、侵入者であることには間違いないわね。仲間に知らせないと。やばいわ、みんなでスイッチを守らなきゃ。スイッチを守る、あいつらチョロ猫連れていなかったな。てかチョロ猫進化してない？なんかそんな気がするんだけど。なるほどね、このスイッチを全て3個ぐらいかな、押さないと進めないよと、うん、あ、そうだ、死んじゃったんだって、はい、てかトップ変える？ねえ、じゃあサンダース50位になったら変えるわ、うん、とりあえず行くぞサンダース。どこにあるんだろう、めっちゃいる、またかよ。おっと、俺は怪しくないです、こんな格好してますけど元プラズマ団です。いざというとこのためにスパイやってるんです。大変だな、昔の仲間を見張るなんて。でお前は非容疑で奪われたチョロネコのを知ってるのか？それはちょっとわからないです。だよな、世界征服を企んでいた連中に期待してないし。ひどい。何してくれるのあなたは。ポケモン救いたかった気持ちは本物だったのに。ハープパネルで移動するんです。頑張ってください。あ、回復してくれるとかじゃないのね。期待した私が。めっちゃいる。ここ長そうだな。ね、あたい。あ、そう、女切り刻んね、それなんかやめた方がいいと思うよ。え、だって切り刻んだよもっと可愛いポケモンで表現しなよ。そうね、でもなんだろう、可愛くて強いっているかな、難しいわね。よし、これはね、だからもうルカリオえ、ルカリオでいいよね。いや炎タイプ持ってないからさ。オッケー、いいね、うん、それしか持ってない、切り傷は持ってないんだ。この船の中にもさ、ナースとかいるかな、ドクターとかいないと結構きついよね。で、帰るのも割と遠いしね、こっから。こんにちは、侵入者発見。子供から取り上げたポケモンよ。よくそんなことをさ自慢げに言えるわね、あんた大丈夫もっと言うことあったでしょ。これだから下っ端なのよ、いつまでたってもきっとね。
は微妙。なぜズルーク？進化した姿出してきなさいよ。まあまあまあ、レパルダス、レパルダス、ルカリオ。なんかルカリオの負担増えるな、こっからな。え、待って、このレパルダスそうなんじゃないの？大丈夫？弱いポケモンね。違うのよ、あなたが使いこなせてないのよ。悔い改めなさい、本当に。意味がない。何これ。でも懐かしいのくるくるくるってもあるのね。何？警告警告、船内艦内に侵入者あり。はい、これ寝れたりはしない？しないのね。こんにちは。全然気づかないんだけど、やばくない？大丈夫？英雄なんかいなくても私たちは負けないのよ。まあ頑張れ、負けないならね。下っ端3体持ってるよ。何？モノズとか使ってくんの？それはちょっと凶悪。だってサザンドラとか使ってくる人いたら嫌じゃない？うわうわ、何？あ、よかった、当たんなかった。よし、まあまたモノズだって。まあモノズ倒せるんでね、はい、行きましょう。バイバニラ初戦闘です。後ろ姿も可愛いっていうのはいいわね。冷凍ビーム、よし。うわ、ニューラだって。ニューラってどうしたらいいんだ。ニューラ、氷、氷アクとかだったっけ。もう燃やせないからな。ブラックの時は何でも燃やせばいいと思ってたから。いや、ニューラもね、出てきたのよ。だから捕まえようかなと思ったけど、まあ、氷いっぱいいてもなって。で、ここどこなの？自分がどこにいるのか分かる。あれ、ここ入り口じゃない？先に行っておくわ。だっていいです、お断りします。本当にどうせ後からも言うんでしょうね。え、絶対言うよ、この子。ドラビオン凶悪だな。でもこれ倒せばレベル上がりそう。あー、いけるいける。怖い顔なら大丈夫。うえー、うわ、よかった。めっちゃギリギリ。
でとう。ついに50です。おめでとう。ではですね、ここからは誰をレベル上げしようかな。とりあえずマリルリのレベルを上げようかな。持ち物をじゃあ一回移動して、で、まあゴッチルゼル48だもんな。ちょっと一回ゾルワークと持ち物交換しようかね、はい、これでいいんじゃないでしょうか。ただこれどこへ行ったら正解のかよくわかんないな。めっちゃ道に迷いそう。あ、この人倒したことあるんだ。私マグマブースター、ここは来たのかな。てかこの人たちさ邪魔だよね。あ、通れたわ別に。よし、やった、こういうことね。オッケーオッケー、分かった分かった、いけるいける。戦わなくても意外といけるぞ。でも経験値欲しいな。ではですね、一回今回ここで終わりまして、スイッチはね押さないけど、こういうなんていうの、プラズマ団の方たちを全員なぎ倒しとこうかなと、次回までに。そしたら次回ね、うーわサクッと始めれるかなって。毒矢だね、ほんとね。ミルホーク、いけるいけるもうゴリ押しゴリ押し。いいですね、よし。ということでですね、ほんと今回ここで終わりまして、次回全員倒したところからまたですねやっていこうと思います。いや、まあ戦わずしても進めれそうだけどね。やっぱレベル上げ大事なんでね。はい、ということで今回これで終わりたいと思います。バイバイ。